フレデリック・フォーサイスは、イギリス・ケント州アシュフォード出身の作家。スパイ小説や軍を舞台にした作品が多く、世界各国で読まれている。19歳で、イギリス空軍に入隊後、1956年から1958年まで勤務する。その後、イースタンディリープレスのレポーターとして、ジャーナリズムの世界に入り、1961年に、 ロイター通信社の特派員としてパリ、東ベルリン、ブラハで過ごす。1965年に BBC 放送に転職し、1967年にナイジェリア内戦取材の特派員として現地入りした。しかし当時のイギリス政府の方針に反する報道を行い左遷され、後に退職する。1970年パリにいた際に、 フランスのシャルル・ド・ゴール大統領版として見聞きした大統領警護隊員のエピソードをヒントに大統領暗殺未遂事件を書いた諸女作ジャッカルの日を世に送り出した。ジャッカルの日は映画化され各国でヒットしフォーサイスの名を一躍有名にした。作家となったフォーサイスは秘密情報部の協力者としてスパイ活動を行い、 1973年には東ドイツから小包を国外へ持ち出す任務などを行ったほか書いた小説は出版前に未録へ内容を確認していたと2015年に語ったフォーサイスを語る上で欠かせない逸話として赤道ギニアのクーデター支援があるジャッカルの日の印税によりナイジェリアでの内戦に敗れ祖国を失ったビアフラ人のために傭兵部隊を雇い 赤道ギニア共和国に大使クーデターによる政権転覆を1972年に企てた。しかし、計画は船への武器積み込み予定地であるスペインで、事前に買収していたスペイン国防省の役人の裏切りにより、傭兵隊長がスペインで身柄を拘束され頓挫した。この実話を下地にして、執筆されたのが第3作にあたる戦争の犬たちで、 この物語では、作戦は成功している。後年、アカデミー賞俳優のクリストファー・ウォーケン主演で映画化された。その後も、第四の核など、国際情勢を扱った作品を中心に送り出し、ロシアの危機を描いたイコンは、現在のロシア情勢と照らし合わせてもリンクするところが多く、再評価されている。フォーサイスは、同作で、執筆活動の終結を宣言した。 そのため、直後の来日時のサイン会では、多くのファンが詰めかける結果となった。結局、絶筆宣言は覆され、8年ぶりにスパイ小説、アベンジャーを発表した。その後、アンドリュー・ロイド・ウェバーと共に、オペラ座の怪人の続編となる、ラブ・ネバー・ライズ、原作は、フォーサイスの作品、マンハッタンの怪人のミュージカル脚本を上司し、 アルカイダやタリバンなど複雑な思惑の絡み合うイスラム社会とテロリズムを描いたアフガンの男を発表する。ありがとうございます。